はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ちょっとね、今日親知らずを抜いてね、口が全然開かないので、で多分治りきるまで 2,3 日はかかると思いますので、ちょっと短いガチャ動画でその間はお茶を濁していきたいと思います。口が開かないんでね、ちょっと聞こえ方も違うかもしれないんですけれども、今回は覚醒対象キャラ狙い撃ちガチャですね、まあ、次のバージョンアップみたいなので覚醒が来るみたいなので、そのうちサイガとスバルですね、でスバルの方は暗黒スバルも対象になってて、そのキャラが、初回 PSR 確定してますと、まあ、サイガかスバルか暗黒スバルの中から PSR が1枚確定してますというところですね。でアプリの方だと多分最初せっちゃんもいたんですけれども、まあ、せっちゃんがねいないのは俺の中ではかなり救いですね、まあ、そもそもせっちゃん PSR プラボなんで、そこから PSR 手に入れてもしょうがないし、まあ、覚醒させるかって言ったら覚醒させないと思うんで、まあ、サイガスバル、まあ、どちらかで、出してきたのは、まあ、なかなか良心的かなと思います。で20連目だとバナー SR が、確定して、3回目以降だと、バナー PR 以上というところになっているので、まあ、本当にね PSR プラゴまでガチで持ってきたいっていうのであれば30連目以降もね、引いてもいいと思いますけれども、まあ、覚醒ね、フル覚醒するのかなり大変なんで、相当キャラ揃えないといけないんで、まあ、自分はできる感じでやっていこうと思います。まあ、サイガかスバルかって言ったらやっぱりサイガの方が欲しいよね。まあ、そんなわけでとりあえず10連引いていきましょう。今回20連で終わりにします。いや親知らずもね、抜いてる時は麻酔が効いてるから、まあ、痛くはなかったんですけど、まあ、その後ですよね、虹玉1個サイガやったー。感動が、ちょ声張れないんで感動が薄いですけど感動してます。サイガだーっていう、サイガそんなにいっぱい持ってないんで、まあ、SR プラゴはもう PSR に突っ込んじゃいます。で、まあ、またちょっと話戻りますけど、麻酔が切れた後ですね、やっぱりすげえ痛んで口も腫れて、で痛み止めとかもあるんですけど、まあ、夕飯のね昼に抜いたん で夕食食べて痛み止め飲むと、結構ね痛みは引くんですけれども、ただやっぱり口腫れてるんでね、口が開けないっていう状況になってます。じゃあ20連目に行きましょう。はい、だからサイガが欲しいっていう。1枚、よし、サイガ。結局プラゴまで持ってってもね、 SR ね2解放してくれるとね、ほんと助かるんだけど。で虹谷の PR が出てる、やったという感じでした。まあ無難な感じでしたね。であともう一つね、この福水の方もあるんですけど、4回目が PSR 福水確定というところで、まあ、これをどうするか結構悩んでるんですよね。で福水自体どうだろう、まあ、確かに急速キャラとしては悪くないと思いますけれども、ここにねバナーで暁守がいるんですよね。暁守がねもうプラゴなんで PSR ちょっと怖いよね。でアーサーはただ欲しいは欲しいで、大東くんも持ってないんで、まあ引きたいは引きたいんですけどね。あと、まあ、最近のねサクチャレの傾向として、まあ、こういうね限定キャラが特攻さんでなんか選ばれやすいんで、ただ PSR が今回確定してるんで特攻さんになるかって言われたら福水はちょっと分かんないんですけど、まあ少しでもね大東くんとかだからちょっと変化球キャラだしね、特攻さんとか選ばれる可能性もあるんじゃないでしょうかという感じですね。まあ、サクチャリ絶対開かれるかって言われたらそれは分かんないけど、まあ、あと報酬ですよね。報酬萩原とか言ったらさ、もう絶対いらないから盛り上がんないし、どうだろうね。あとここからの期待キャラとしてはやっぱり佐伯さんと、あと真剣野球ちゃん、まあ、佐伯さんが報酬になるかって言われたら多分ないと思うんで、まあ、佐伯さんが3周年のガチャで来て、まあ、もしかしたら真剣野球ちゃんとかがサクチャレの報酬になるかで、萩原だったらもう別に本当に流すだけで終わりますんで、
まあ一応そんな感じで、自分の中では考えてますというところですね。まあそんなところで本当に短くてすいません。今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。あ、タンガチャやってく？1から3回目までって書いてある。タンガチャやってきましょう。ちょっと怖いです。マジ5分以上話せないわ。1から3回でね、3回引きましょう、せっかくだから。あ、間違えた、これあっちか。福水くんの方か。あ、そうだよね、そうなかったもんね。そうかそうかそうか。じゃあこれ3回だけ引いちゃおう、せっかくだから。暁か。で、タンガチャ3回目と。うん、ここでは SR は出ないね。あ、俺、あ、R か。福水くんの R は持ってなかったみたいですね。まあ、じゃあ、そんなわけで、本当にこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。